Explore opportunities for international professionals in Yokohama. Since opening its port for foreign trade in 1859, Yokohama has played vital roles as one of Japan's international gateways. Yokohama continues to grow as a vibrant innovation city, with numerous global companies and technology-focused small businesses establishing their head offices or R&D bases. Open Yokohama. こちらは横浜のロゴマークです。横浜は開放的で多様性に富み、ビジネスチャンスにあふれています。優れた技術、アイデアを持つ世界各国の皆様、横浜で活躍してみませんか？一緒に新たなイノベーションを生み出していきましょう。Yokohama has a top-rated facility that coordinates industry-academia collaboration in the data science field. 私どもは今後のデジタル社会を担う高度なデータサイエンス人材を育成することで社会に貢献しています。その機会をアクセスの面を含め広く提供していくとの観点で、2020年4月に横浜みなとみらいの地にサテライトキャンパスをオープンしました。今後一層データサイエンスに関する産学連携を通じて各種の取り組みを行っていきたいと考えています。IHI is one of Japan's leading heavy industry manufacturers, encompassing resource energy development, infrastructure, industrial machinery, and aerospace fields. 非常にこう高度な専門性を持った方が IHI に惚れ込んでですね、来ていただけると私ども非常に嬉しく思います。理想的にはですね、技術と経営の両方をよく知って、その両方の視点で技術開発を語れる人材という形で育てていっていただけると非常に嬉しいなと思っております。私は今基盤の物理現象を把握するような仕事をしています。 IHI のワークスタイルですね、経験した時研究のレベルが高くてそこに引っかかりました。で、やはり横浜の海は確かに綺麗でして、まあ、またはすごい私は安全と感じていて、すごい暮らしやすい。横浜は東京とそんなに離れてない、交通も便利ですので、まあ、生活では東京と比べて生活しやすいと。私は中国出身なので横浜では皆さんご存じ通りで中華街がございます。中華街へ行くとやっぱり懐かしい中国風の感じするので、そう、私としては住みやすいところではないかと考えています。 Human Horizons is a Chinese startup that makes electric cars for the fast growing market and develops innovative and cutting edge technologies such as fully autonomous vehicles。我々のそのお客様のモビリティを考えた時には、やっぱり運転をしない人たちもいるかも分かんないし、人じゃなくて物が動くこともモビリティの一部だと思うと、その意味ではやっぱりこういう新しい車を出して、そういう新しいモビリティは何かっていうのをこれから一生懸命考えたいなというふうに思っていますね。でそういう意味でも日本のそのこのオフィスが初めての海外のオフィスなんですけども、この横浜っていう場所でいろんな、まあそうですね、日本人だけじゃなくて海外のスタッフ、いろんな優秀な人材を入れて、すごく新しい未来を作ることができるといいかなっていうふうに思って、すごくワクワクしていますね。本当に私は人類のライフスタイルを変える歴史に自分の名前も残したらと思ってて、ぜひこの会社と一緒にチャレンジしてみたいと思って入社しました。でも横浜、歴史から言うと昔から外国人の多い街でしたので、まあ、今もたくさんの多国籍の人材集まっているので、もう全然アットホーム感が満載な横浜です。横浜というのがゆとりのある都市だと思います。暮らしのゆとりもありますし、心のゆとりもあります街だと思います。安全安心、そしていい収入もできて、いい暮らしもできる
ので、ぜひ横浜にようこそ。Unlock your innovation here in Yokohama. We look forward to welcoming you.